いや、どうも、TK の木下です。ダイエット企画ですけど、この前山本先生ともコラボさせてもらって、年末までに100キロにすると。で、今112キロ前後ぐらいと思うんですけど、その前に、ちょっと悪いもん出したいなと思って。悪そうやん、俺見て。今回こういうこと考えました。こちら、ドーン。シャンパン。いや、そんなチャラないやんか。その前に飲むぞじゃないのよ。酵素ドリンク、ベルタボディと言いまして、ベルタ酵素ドリンクですよね、はい。ファスティングするんです。絶食。まあ3日間ですけどね。3日間の絶食。ベルタ酵素ドリンクだけ飲む。朝昼晩。まあいろいろ聞くのよ。健康になったとか、目覚めが良くなったとか、はい、あと、お通じがいい。ええことしか聞かんのよね。3日間これだけで耐えれるかっていう。それだけ。見ますか。これもう豚の指やからもう全然やわ。ああ。これ。これを1日1杯から2杯を5杯で薄め。3から5杯で薄め。もうこれしか飲まへんの。1日に2杯で 500ml 水筒に入れて、それを1日ちょびちょび飲むってことやろ。で終わっちゃう。すごない。それ3日間やろ。はい。やめようかな。3日間やってみるわ。ほんで今の体重からリアルに何キロ痩せるかお伝えします。なので今の体重測りましょう。今現在はい、今113ジャストです。これを3日間 300ml の酵素ドリンクだけ過ごすと、デブのこの僕は何キロになるのか、もう単純に興味。これちょっと3キロぐらい痩せたいかな。つまり110キロ切りたい、うん、結構普段食べてるんじゃないですか。めっちゃ食べてる。だから米とか全部やめるからな、うん、だから痩せてる人の3日間ちゃうからね。そうです、そうです。ブーちゃんの3日間やから振り幅はでかいはずですね。ちょっと楽しみです。もう今日から、今からやるで。いきます。じゃあこれを、こんな色なんや。リンゴジュースみたい。絶食ってやるダイエットは、お酒はダメでしょうね。よし、これを3日間ちょっとやってみます。ガチの検証で、男の約束として、絶対に何も口にしません。早速いただきたいと思います。薄っ。これだけか。よし、やってみよう。皆さん、113キロの僕が3日後何キロなってるのか、自分でも興味です。毒素出します。さあ2日目の朝です。今日もこの酵素ドリンクのみで、1日過ごしたいと思いますけど、ちょっと腹減ってきたな。でも まだでも大丈夫。昨日1日食べてなくて今日朝なので、まあ、今日の昼夜ぐらいからちょっと怖いなと思いますが、まあこれはもうちょっと検証はしたいので、あと今日と明日何も食べないで頑張りたいと思います。今日ももう夕方、明日一日で終わるんだと、もうちょっとやけど腹減ったな。キムチ鍋食べたやろ、カレー食べたやろ、マクド食べたやろ、ジャジャーメン食べたやろ、ペヤング食べたやろ。あー、飽きたー。あー、たい焼き食べたいな。ラジオ局に来ております。酵素のみで夜まで来ましたよ。明日一日頑張れば3日間、ちょっと痩せてきたんちゃうかな。ちなみにですね、毎週、木曜日23時30分から24時まで毎日放送でごちゃ混ぜ天国というのを、大久保佳代子、武井壮、小坂敦子、大河原、あと欅坂46の羽生瑞穂ちゃん、ラジオやってますんで、もしよろしければ聞いてください。うわ、飽きたわ。あともうちょっと。3日目の朝です。今日は1日外なんで、これを持ち歩いて3日間ファスティングということになります。今日1日寝て、明日まだ終わってない。あともうちょっと。腹減った。うん、ええな。ちょっとちょうだい。おはようございます。
やった終わった4日目の朝、まあ、無事3日間断食このベルタ酵素ダイエットが終わりました。やっぱり炭水化物食べてないせいかちょっとやっぱりしんどいのと頭回らんのと言葉出てこんとか機能してないよね。きつかったわ。山は何個もあったな。やっぱりイベントあった時はみんなが食べてた弁当の匂いな。ラジオ行ってる時に誰かが食べてたお菓子な。車で走ってたらマクドの看板な。 YouTube 見てたら誰かが食べてる映像。やっぱ日々誘惑だらけの中で生きてるんやなと思いました。それもこれも体重測定したら終わりですが、いやもうそのまんま体重測るのもいいんやけど、最終日ちょっと運動してみようかな。いっぱい汗かいて最後体重計乗ってみよう。最終日大汗かきたいと思います。届きました、山本さんにお勧めいただいたダンベルとですねフラットベンチ3日間絶食、最終日はこれをして体重どれくらい落ちたかやってみたいと思います。もうすでに汗だく。うわ今日また暑いわ。おおほら準備だけでこれ暑いぞ。まさかの高温で iPhone が起動停止されるという。ああでも、iPhone は止まりましたが、でも僕自身は、全てのセット終わりました。こんだけ汗かいて悪出したら、しかも何も入ってないからね体の中に。汚い話だけど便もお水です。昨日からずっと固形物は出てないですぐらい、全て出しました。この状態で体重計乗りたいと思います。113キロから3日間、そして4日目運動して何も食べてない状態でデブは何キロになってるのか検証こちら。さあ俺どうなってんねやろ、俺も見てないから分からへん。うわ113から何ぼどれぐらい、え乗ってみよう。せよせよせよ。ちょ待って、この棒持ってるからほらほら4キロちょうど4日で4キロ、やったー。酵素ファスティング、やっぱ断食するってすごいことやな。今週の運も多いけど得るもんもめっちゃ多い。山本さんに教えてもらったダンベルと運動も入れつつ、まあ、このまま継続して、痩せたいなと思います。そしてもうええやんな、もう食べてええな、もう我慢したもんな。というわけで断食3日間、4日目の食事を今から取りたいと思います。いただきまーすって言うてもまだ調子乗ったらかんねんて。いやもう食べたかったけど、ネットとか見たら回復食っていうのがいるらしく、今から 2,3 日間は食べるもん制限されてます。なので今日はこちら。シャキッと長芋のたまり漬け、これだけ今日は。いやちょっとやっぱ戻したくないから、リバウンドしたくないから、やっぱりちょっとこの回復食大事にしていきたい。あこれだけでも十分嬉しい。一応マンゴーっぽく食べたいから、一応こうフォークでね食べたいと思います。いやでもこういうもんって普段食べても何も美味しく感じんし、長芋のたまり漬けかいなんて思ってたけど、今はもう長芋のたまり漬けさんやわ。結局俺は普段食べ過ぎてたんかもな。そういう意味では今この長芋のたまり漬けの美味しさを感じれると思う。じゃあいただきます、長芋のたまり漬け。うわー3日ぶり、いただきます、固形物。
んじゃ長芋のたまり漬けこんなうまいんや。濃い味、あーこれはたまらん。この固形物の歯のこのグググッと入る感じ、これが懐かしく感じるし、顎のちょっと弱くなってるところも感じる。やっぱ食べてないってそういうことなんや。あーうまうまい。チョロQみたいなもんやな。ガリガリ引っ張った分だけ遠くに飛ぶ。このクリーミーな感じとか、このねっとり感とか、口の中でへばりつく感じ、山芋くんちゃんたちが。普通口の中でねとねとベタベタ残ってたギアやろうけど、今全然幸せやわ。10日間やった人もおるやろうし、1ヶ月やった人もおるやろうけど、僕は3日間でこんだけしんどかったから、まだまだ全然なんやけど、でも確実に美味しく感じるのは確か。これで一つの検証になったと思います。113キロのレブのハゲが、うわハゲ関係ない。3日間断食してファスティング酵素だけ、これだけでね、飲み続けたら何キロ痩せるのか、4キロという数字がちゃんと出ました。あと9キロや。筋肉をつけて戻らないような体にして、年末を超える、2021年に向けるという約束はしたいと思います。やればできる、あこいつでもそんなことできるんやと、ちょっとでも勇気与えられた方はですね、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。もういいや。Get back. Check the mic and make sure it sound right, boy. Get back.